昨年の11月に東京グールリインボークのサービスが終了して以来、新たなアプリリリースや開発の情報がない東京グールですけど、まあ、今回はマジで期待してもいいんじゃないかと思う情報がありますので、えー、紹介していきたいと思います。えー、東京グールシリーズのアニメ制作を手掛けた株式会社ピエロ。 とえー、ソーシャルゲームの開発、運営、受託開発を修行とするクラブ株式会社という会社が資本業務提携すると発表されました。でこれまでスタジオピエロが手掛けたアニメで、えー、クラブが、ね、ゲーム化したので有名なのは、えー、ブリーチのブレイブソウルスだったかな、ブレソウルってやつですね。あと、悠々白鳥100%マジバトルっていうのがあるんですけど、まあ、どっちも、ね、めちゃくちゃ有名なソーシャゲですよね。で まあ今言ったように、あのブレスルとかユイハクシ白書の件もそうですけど、これまでえっとクラブがまあ何回かねピエロとこう共同開発を行ってきたんですけど、まあ、今回のこの資本業務提携を結ぶことで、連携をさらに発展させて、ピエロの持つ映像コンテンツのモバイルゲーム化やグッズ、イベント等への展開を行っていくようです、積極的に。 で、ちなみに、えー、クラブが開発したソシャゲで有名なのって言ったら、まあもう、多分誰でも知ってるんじゃないかな、もう。スマホの音ゲーって言ってもスクフェスまあこのスクフェスとか、えー、キャプツバの,あの戦いドリームチーム、結構クオリティの高い、えー、なんていうのかな、この映像とか、わかりますかね、キャプツバやったこと、あのゲームやったことある人ならわかると思うんですけど。あと、まあ最近、半年一年ぐらい前かなと、マガツバールファイトっていう、 3D のすごいね、あの、MMO なのかなあれは。クオリティの高いソシャゲとかね。えー、そこもクラブが作ってて。まあもう、技術力は確かなんですよね。高クオリティのゲームを、まあ、提供してくれることはあ間違いないですよね。ただし、東京グールのゲームを開発してくれるかはわかりません。今回は、ピエロの作品をクラブが、えー、ゲーム化ーしていくぜっていう話。 ですね、なんで今までの作品例えば東京グールとかっていうのもう去年の12月に終わってますけどアニメ自体はね完結してピエロが作って終わってますけど今までの作品映像化された作品を、えー、ゲーム化するのか、えー、これからピエロが作っていくアニメ、えー、映像化していく作品を、えー、ゲーム化するのかっていうのはまだ判明していませんで可能性がね高い 僕は考えているのはですね、まあ、この4月から、まあ、アニメの第3シリーズですね、が放送されているキングダム、まあ、アプリありましたけど、えー、キングダムとか、まあ、現在進行形で放送されているボルトあたりが可能性高いのかなって思ったりしてます。まあ、ボルトとかナルト関係はもう他にもアプリいっぱいありますけどね。まあ、でもまあ今回は東京グールのアプリが出る可能性が、まあ、少しでもこう浮上した。 ってだけで僕はもうすごく嬉しいです、えー。今後の情報に期待しましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。